皆さんこんにちは、リニアストリアのすみれです。本日は簡単にできるカットをご紹介していこうと思います。私がいつもやってるカットのやり方なので、すごい簡単にできるカットになってます。では早速いきましょう。では早速このリラックスウィッグショートボブをカットしていこうと思います。カットするポイントは3つあります。で、1つ目が、前髪で、2つ目がもみあげ、ここ毛ですね。3つ目がこのトップのアホ毛と言われる短い毛を作っていきます。では最初に前髪を切っていくんですけど、前髪を切るときは自分のその前髪の長さに調節するので、一旦これをかぶってどれぐらいの長さにするかを決めていこうと思います。はい、早速かぶってみました。どうでしょう、このままでもすごい自然で可愛いと思うんですけど、私がかぶると目にかぶってしまうので、ちょっと重たいのでどうしてもウィッグ感がこういう感じで出るかなっていうのと、あとはこれ耳にかけるともみあげが今ないので、ここがすごい不自然になってしまいます。あとはそのトップですね、これもプリンでめっちゃ自然なんですけど、揃いすぎててツヤ感がめっちゃあるので、短い毛を作って自然に見えるようにカットしていこうかなと思います。ではまず前髪の長さを決めていこうと思います。長さは好みなんですけど、まあ、目にかからないぐらい、眉下ぐらいでいきましょうか。これくらい切ろうかと思います。こう流れるので、こっちを短く切りすぎると流れなくなっちゃうんですね。一番流れの始めの短いところになります。なのでここを基準にして流れるように切っていくので、とりあえずパチッと切っちゃいます。スキバサミです。カットバサミでもいいんですけど、カットバサミだともう一気にパチッて切れちゃうので、こうすきばさみでちょっとずつちょっとずつ微調整しながら切っていく方が安心かと思います。ここの長さを基準に綺麗に流れるようにカットしていこうと思います。さっきカットしたのがここのラインです。今ここは急にカクッとなってるので、流れるようにこう斜めにカットしていきます。斜めにこんな感じでちょっとずつちょっとずつ切っていきます。最初切ったところもちょっとパツッと切りすぎてたので、出だしのところもちょっとだけ切っておきます。では産毛をカットしていこうと思います。今これリラックスウィッグなので、ここのもみあげがないウィッグになっています。ここを作らないとちょっとこのウィッグ耳をかけれないので、一回こう耳にかけてもらって、自分の耳の前際にある上の束ですかね、を取って短くカクッと V の字に切ります。これくらいですかね。もしもみあげがあれば、このもみあげの先端に出てる毛を切る。長さもお好みなんですけど、長くしたかったらこの辺りで、短かったらこの辺りで、V の字くらい。一旦この毛をパツッと切ります。こっちも長さ合わせて、これくらいですかね。ちょっと長めに切っておきます。あとで調節が効くように、この生え際からちょっと斜めにシュ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 と、もし失敗してもまた上から毛を取ればいいだけなので大丈夫です。同じぐらいのもみあげができました。では次に
顎毛のカットをしていきます。一番トップに近い髪の毛をほんの少量、この取った毛の長さに対して3分の1と3分の2くらいのところでカットすればいいと思います。1回目ここで2回目ここでちょっとすく感じでやってもらうと、今切ったのがここのこの毛です。ふわってなって自然に見えないでしょうか。今前髪のカット、産毛のカット、青毛のカット、すべてカットがし終わりました。で、一旦かぶってみて自分の顔に合うかちょっとこう微調整をしていこうと思います。もうちょっと短くてもよかったなっていうところとかをカットします。もうでも少し減らします。一番上の毛、ここを切ると一番上にかぶさる毛がないので、もうピョン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 っていっぱい毛が出てきちゃうんで、一番上のかぶさる前髪は絶対切らない。ちょっとこの辺多いなみたいなところをパツッと。前髪カットは萌香さんのシースルーバングとか他にもいろいろ紹介してますので、ぜひこちらをチェックしてみてください。髪の毛ももうちょっと長い方がいいなってなると、もうちょっと長さをプラスしても、私はこれで完成ですかね。どうでしょうか。いい感じに切れたと思います。いかがだったでしょうか。めっちゃ簡単じゃなかったですか。お手持ちのウィッグでぜひ挑戦してみてください。リネアストリアのチャンネルではウィッグを楽しむコンテンツ動画をたくさんアップしておりますので、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバイ。